建設予定地間原子力発電所は、東北電力が、新潟県西蒲原軍艦町の各海品地区で、計画していた、原子力発電所である。牧原子力発電所の構想が1969年6月3日に、新潟日報で報道され、1971年5月に、その計画が正式に発表された。東北電力は2年後、 1982年の運転開始を目指す建設計画を正式発表した。建設予定地となっていた各海品はすでに限界集落と化していたが、1971年には本計画に基づく集団離村が行われた。なお、計画の正式発表前から、東北電力は不動産企業の東北交算を通じて遊園地用の名目で、 土地買収を行って、牧原子力発電所の建設予定地を確保していった。ただし、この買収は、計画より遅れて、1983年9月に、東北電力からの申し入れによって、安全審査が中断する事態となった。原子力発電所の誘致には、1977年12月に、牧町議会が賛成し、 牧町長の高野幹事が1980年12月に、新潟県知事の君武雄が1981年11月に、それぞれ同意している。これを受けて、1982年に、東北電力が、同地区における、沸騰水型軽水路の設置許可を、通商産業省に申請した。一方で、町内では反対運動も起きた。アメリカ合衆国での、 スリーマイル島原子力発電所事故、ソビエト連邦でのチェルノブイリ原子力発電所事故により、町民に原子力発電への不安が高まった。本音は原発推進派でも、町長選では反対派からも周評せざるを得ない状況であった。牧町では1995年2月5日には、計画の是非を問う自主管理住民投票が行われた。 これは条例に基づく町役場による実施でなく町民有志が設立した薪原発住民投票を実行する会が取りまとめたもので原発賛成474票に対して反対9854票であったこの結果に危機感を抱いた東北電力は原発予定地に残っていた町有地の売却を町に要請計画凍結解除を掲げた 佐藤幹事町長が法的根拠がないという理由で、町有地の売却に強行に踏み切ろうとした。町議会も臨時会で売却を決めようとしたが、反対派町民が座り込みで阻止した。これに対して、同年4月の町議選で、住民投票条例制定賛成派が過半数を獲得した上、10月28日にリコールを請求する署名活動が起こり、 彼は会食される結果に至った。その後の町長選挙では、反対派で作り酒屋党首であった笹口隆明が当選して、原子力発電所計画の是非を問う条例制定による日本で、最初の住民投票が1996年8月4日に行われ、反対派が勝利した。しかし、その後も議論は継続された。そこで、 反対派の町長である笹口隆明は1999年に彼の出身母体でもある牧原発住民投票を実行する会の住民投票の結果を堅持する立場を堅持する会員等に路心建設予定地に近い町有地を随意契約で町有地を牧町議会に図ることなく売却したこの契約には 土地の処分を禁止する条項が盛り込まれており、原子力発電所計画の実行は事実上、不可能な状況となった。これについて推進派長議員が、所有権移転登記の抹消を求めて、訴訟を起こしたが、2003年には最高裁判所が、本県の上告を受理せず、推進派の敗訴が確定した。東北電力は、2003年12月24日に、 マキ原子力発電所計画を撤回して、翌2004年2月5日に、経済産業省へ原子炉設置許可申請を取り下げた。2004年12月25日には、マキ原子力建設準備本部が廃止されている。敷地面積、約220.8万平方メートル。ありがとうございます。